の枝金商店街と言ったらっていうのがまだありまして、はい、まだある、はい、実はゆるキャラがいます。枝金魚という丸い球体の金魚があります。金魚、金魚です。ほうほうほう。今ゆるキャラグランプリも出ておりまして、すごいですね。そしてですね、はい、枝金ラインスタンプもあります。お、枝金魚スタンプ。そうなんですか。そして枝金魚応援団も地域の皆様が立ち上げてくれて、はい、枝金魚応援団、はい、そして枝金魚応援団による枝金魚の歌、うわーテーマソング、ダンスまであります。うわ、ダンスもある、はい。じゃあもうみんな知ってるんですか。みんな知ってるの。メダキング知らなかったらもう無理です。そんぐらいもう有名なんだ。有名です。じゃあもう青木か金魚か。そうです、青木か金魚か。すごいですね。赤か青かです、ね、赤か青か、まさにまさに素晴らしいですね。なんです。はー、まあゆるキャラ自体が今ニーズ的にも、はい、まあ何年か前ですけど、ガッと来た時にうちらもそれを作ってる、うん、で PR していって